どうも、マッシーです。今日も楽しく法律を勉強していきましょう。今日のテーマはこちら。柔術バックチョーク事件です。ブラジリアン柔術と聞いても馴染みがないという人も多いかもしれませんが、明治時代の柔道家の前田光代がブラジルに渡り、2000戦負けなしというとんでもない記録を作りながら、現地のカーロス・グレイシーに柔道を教えたことがきっかけに、グレイシー柔術が誕生しました。アメリカで開催された第1回 UFC で、ホイス・グレイシーが優勝したことにより、グレイシー柔術が世界的に注目され、日本にブラジリアン柔術として逆輸入されているというところにも興味がありますね。また、木村拓哉さんや川口春奈さんなどの有名人が柔術にハマっているように、アメリカでは柔道人口約2万人に対して柔術は300万人と圧倒的にメジャースポーツとなっていますね。さて、今日はブラジリアン柔術の締め技を使ったことが正当防衛に当たるのかどうかが争われた事件を紹介してみたいと思います。一体法律上どのようなことが問題となったのか、この点を知っておくことは皆さんの人生にとってきっと役に立つ知識になると思いますので、最後までご視聴いただけたらと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。平成26年7月12日頃、大阪市にある自宅のタワーマンションで女性を絞め殺したとして交際相手の男が逮捕・起訴されました。大阪地方裁判所で裁判員6名と裁判官3名からなる裁判員裁判が開かれました。検察側は、被告人は殺意を持って交際相手の女性の首を手や腕で絞め、頸部圧迫による窒息により死亡させた。首を絞める行為は一般的に見て人を窒息死させる危険性のある行為であり、被告人の行為は殺人の実行行為にあたる。理解しがたい行為をした女性を失神させようとしてその首を絞め始めたとしても、そのまま一定の時間が経過した頃には自分の行為が女性を死亡させる危険性の高い行為であることを認識したはずであり、それにもかかわらず女性の首を絞め続けていたのであるから、その頃には女性が死亡するかもしれないがそれでも構わないという心理状態、すなわち未必の故意があったと認められる。これは殺人罪にあたり、被告人に対して懲役18年を求める。と主張しました。これに対して被告人側は、私がうたた寝をしていたところを女性が突然私の右手を飲み込むように口の中に入れて噛んできました。私は彼女の口をこじ開けようとするなどして右手を抜こうとしましたが抜けませんでした。そこでとっさに彼女を失神させようとして背後に回り込み、ブラジリアン柔術の締め技であるバックチョークで女性の首を左腕で締めただけで殺意はありませんでした。彼女の心臓が動いていないことに気づいて人工呼吸と心臓マッサージを行いましたが蘇生しませんでした。医師の鑑定によると、おそらく彼女は危険ドラッグを使用していたのでその影響で死亡したとされています。私はただ彼女の行動を制止しようととっさに技をかけただけで、そもそも殺意はなく
正当防衛だったのではないでしょうか。と主張しました。そこまで。これらを受けて大阪地方裁判所は被告人を懲役9年の有罪とすると判決が下されていたのに対して、大阪高等裁判所は主文、被告人を無罪とする、被害女性の死因を頸部圧迫による窒息死と認定するには合理的な疑いが残る、被害女性の死因としては現実的に考えられるのは被害女性がピナカ等の薬物を一度に多量に摂取したことによる薬物中毒死、あるいはピナカ及び覚醒剤等の薬物摂取と、被告人が被害女性の異常行動を制止するためにしたバックチョークによるストレス反応の増強による突然死である。これらは被害女性の摂取した薬物の量などから見ても具体的可能性のあるものと考えるべきである。被害女性の死因は窒息であると断定できず、薬物中毒等の疑いがあることを勘案すると、被告人の行為は客観的に殺人罪の実行行為と認めることはできない。すなわち被告人供述によれば、被告人はバックチョークにより被害女性を失神させて異常行動をやめさせようと考え、左腕を被害女性の首に回して締め付けたというのであり、頸部圧迫の程度もそれほど強くなかったとの疑いがあるから、客観的に見てそのような被告人の行為が殺人の実行行為にあたるとは言い難い。バックチョークはブラジリアン柔術の技の中でも最も基本的で、相手を傷つけない安全な技であるとされており、バックチョークそれ自体は相手を死亡させる危険性の高い行為とまでは言えない。そして過去に格闘技道場でブラジリアン柔術を習ったことのある被告人が突然被害女性に右手を噛まれ、被害女性の口から右手を離そうとしたが抜けなかったため、バックチョークにより被害女性を失神させようと考え、左腕のみで被害女性の頸部を締め付けたことは、被害女性によって自分の右手を噛まれているという窮迫不正の侵害に対し、自己の身体を防衛するためやむを得ず実行に及んだものと認められる。また被告人が被害女性の口から右手が抜けた後、さらに左腕で被害女性の頸部を締め付けたことも、被害女性になおも暴れるような素振りがあったことや、締め付けた時間が5秒程度という極めて短い時間であったことなどからすると、被害女性による窮迫不正の侵害に対し、その前の行為と時間的場所的に極めて接着してなされた一連一体の行為であると評価するべきであり、全体として正当防衛が成立すると認められる。したがって被告人には殺人罪はもとより暴行罪や傷害罪も成立しないというべきである。と判決を下しました。今回のケースで裁判所はブラジリアン柔術の技で女性の首を絞めて殺害し、殺人罪に問われた被告人に対して、女性の死因が窒息死であることに疑いがあることから、ブラジリアン柔術の技をかけたことが殺人の実行行為とは言えないとして、正当防衛を認めて無罪を言い渡しました。よく殴られたから殴り返した、正当防衛だと
というやり取りを聞きますが、実務では正当防衛は簡単に認められないことが多いので、逮捕された時には証拠を集める上でも早急に弁護士などの専門家に相談することが重要でしょうね。以上、エンタメ捕獲でした。ではまた。